きメモリアルガールズサイド4大地区攻略編を本日もやっていきたいと思います。前回はイベントホールに行ってきたところですね。で、なんか夏に結構デート充実してたから9月がちょっとまたデートできるかが心配なんだけども、嫌だなちょっとやっぱ月にさ1回はさデートしたいよね、どうにかさ。ちょっとまあ月末の方でしょうからまたささっとやってきますか。最後のお泊まり会か。みちる、ひかる、どうしたの？明日お休みでしょ？女子だけのお泊まり会、今夜どう？うん、行く。よかった。うん、マリー大好きじゃあ放課後に待ち合わせしよっか。そうしましょう。お菓子や飲み物なんかも買っていってね。うんうん、じゃあ放課後にね。泊まり会か、楽しみだな。来た。みちる、ひかる、お待たせ。大丈夫。それじゃあ花椿家へ帰りましょう。お邪魔します。相変わらずおしゃれなお部屋今お茶を入れてくるから。アナスタシアの新作ケーキもあるよ。お姉ちゃん、ヒカルも手伝うよ。マリーはゆっくりしててね。そろそろいい時間じゃない？お泊まり会恒例ガールズトークタイム。それじゃあ身支度をしてからマリーのゲストルームに集合ね。なんだかお部屋がいい匂い。そう、気分が楽しくなるローズマリーのアロマを焚いたの。いいねいいね、眠くなるまでおしゃべりしよう。いい？マリー、真面目に答えてね。え？うん。マリーは今気になる男の子はいるの？うん、いる正直でいい子ね。え、誰だか教えてくれる？大地くんかな。羽学の男子ね。彼もマリーが気になってる。そうそう、気にしすぎて葛藤してるみたい。葛藤？彼は今マリーを一番意識してるよ。今までとは違う新しいチャレンジ、ずっと先を見据えて。マリーも彼が好きならさ、同じ志を持つことがキーになると思うよ。頑張ってね。大地くんと同じ志。あのさマリー、真面目にアドバイスするから聞いて。え、うん。マリーは可愛いしいい子だし、ヒカルたちは本当に大好きだよ。あれなんかあれなのかな、庭関係ないからこんな感じなのかな。でもさ、マリーのお庭に咲くバラの花はヒカルたち女子とは違う理想を求めてるの。お花たちはマリーを見ている。ああ、花ないしねそうだから、マリーがとっても大事にしているお花があるならもっと頑張らないとね。なんか違うこと言ってくれるのかと思ったけど全然ダメの時のセリフなんだね。お花たちの理想、男の子の理想ってことかな。さあもう寝ましょう。まだ話しとんないよ。ダメ、夜更かしはお肌にも良くないし目覚めも悪くなる。はあ、
全然眠くないっての。じゃあマリー、おやすみなさい。ミチル、おやすみ。ヒカルもおやすみ。すでに夢の中みたいね。3人でいろんなことが話せて楽しかったな。まあね、庭すらないからね、今回で。庭自体がないから。ん？あ、びっくりした。お泊まり会のね。あ、大地くんからメッセージだ。今日花椿ツインズに会うたんや。そやけど喋らんとずっと俺の方を見てニコニコしてはるんや。気になるわ。だって二人とも大地くんに会いに行ったんだ。突然会いに来られてびっくりしないのかな。まだだっけ、まだあと1週間。あ、今週か。しかも日にち短いし、なんか誘われない予感がしてきた。そしたら最悪、ちょっとホタルは別で撮ってるから、ちょっと10月のデートで入れちゃおうかな。なんか無理な気がするな。やっぱさすがに無理か、そろそろ。やっぱ無理か、ちょっとさ、日にちも少ないもんね。無理か。無理か。まあいいや。ちょっと10月に2回デートができれば、それでいいわ。もう。そこにかけよう。ギリギリなんだな。あ、大地くんから電話だ。はい、もしもし。もしもし。俺やね。うん、どうしたの？あんな、今度の日曜日の予定聞こう思て。空いとる？うん、空いてるよ。そうやったら羽ばたき城に行かへん？羽ばたき城、あ、まあこっちが先でもいいか。うん、行く。やったー。そうやな、どこで待ち合わせようか。バス停でどう？そうしよう。ほな、当日な。大地くんとデート忘れないようにしなくちゃ。はい、じゃあ、今日お城に行ってきたいと思います。ちょっとその、ナンパが、私は本当は初めて見るんだけど、もしかしたら動画上初めてじゃないかもしれない。ちょっとね、空屋さん絡みのところをね、まだどうするか決めてなくて。それの影響でね。大地くん、まだかな？ダメダメ、NG！ 眉間にしわ寄せてるぞ、癖になるんだな。はい、スマイル、カモーン。いいね、いいですよ。なんでちょっとなんか外国人っぽいの。片言感。はい、来た。大女優の金の卵発見。事務所へご案内。世話しない人やな。何言うとるのかちんぷんかんぷんや。あ、大地くん。お、ベビーフェイス男子も来た。ベビーフェイス男子。あかん、わからへん。通訳して。どうしたん？うん、安心し。あ、ごめん、私もちゃんと聞いてなかった。なら、ええか。もう行こう。どうしたん？すぐ終わらせるし。え？
ちょっと待ってよ君たち。おっちゃん、堪忍な。俺たちこれからデートやから。ほんならどうしたん？大丈夫や、もう安心し。 See you again。 あ、それはわかんで。でも、もう会わんでええよ。大きくて立派なお城やね。うん、羽ばたき市の自慢の一つだよ。わかるわ、俺も地元やったら自慢したなるもん。さて、何見ようか。展示コーナーを見ようよ。ええよ、ほんなら羽ばたき市の歴史のお勉強しようか。どうしたん？この服似合うてる？ザ・エアーだね。ここにある門の一部は地元の名家が家宝を提供してんねんて。時代が時代ならお殿様やったんやろうか。じゃあこれで特別会話ですね。お殿様とは限らないんじゃない？あ、そうやな。家宝を言うてもその人や家の価値観ってみんなそれぞれやもんな。そうだね。ちなみに大地くんには宝物ってある？宝物、宝物か。兄ちゃん姉ちゃんにもらった誕生日プレゼントとか、友達にもらったいろんなもの全部が宝物やねんけど。物やなくてもいいなら君とおる時間。もうえ、あかん、恐ろしゅう臭いことを言うたわ俺。けど嘘やないよ。大志くん、どうしたの？え、ああ、うん、なんでもないで。なんでもないようには見えないけど。しおりちゃん、もしかして、もしかして俺は君の勉強の邪魔してへんやろうか？そんなことは。って言うと思ったわ、君は優しいから。え、まさかこれでデートにもう誘ってこないとか、そんなことないよね。いや、全然邪魔じゃないよ。大地くん、どうしてそんなこと言うの？なんとなくやけど不安になったんや。俺は一方的に君を、あ、秋ボタルや。秋ボタル、ホタルってそう、意外となんか種類によってね、生きてるタイミングっていうか、なんかそうタイミングがなんかね違うみたいだからね。秋もいるんだ。あ、まあだからそうね、今ホタル生きてる。あれ、あ、もうホタル死んでるとか言ったの。ゲームのシステム上はもう終わってたわ。この時期にホタル？これは秋ボタル言うの。ギリギリまで強く生き残ってるんや、必死に。あ、そういうお話なんだね。ちょっとごめんね、死んでるとか言って。大地くんみたいだね。え？今の大地くん、なんだか何かに必死に見えるよ。俺が必死？なるほど、そうかもしれへんな。俺は今確かに必死や、君と一緒におられるように。このホタルは教えに来てくれたんかな、最後まで諦めるなって。そうやな、悩んでたら何も前に進まへんわ。君とホタルに勇気もろた。え？俺目標ができたよ、やっと一本の道が見えた。おおきに、しおりちゃん。私は何も。それでええよ、君はそのままでええ、自分が変わるんや。
大地くん、何かを決意したみたい。一本の道、目標を見つけたんだ。今日は付き合ってくれてほんま大きに、めっちゃ幸せな気分やね。一流れ台に行く以外にも何かあんのかな。ん？なんや？褒めてくれるん？家まで送らせて。もう少し一緒にいよ。ちょっと蛍死んでるとか言ったけど、ちょっとこの後見なきゃいけないだった。どうしたん？やってないことなんだろう。その目動けへん。蛍の住処、ここに来ると一緒に来た相手の心の声が聞けるらしいけど。どの光に触れてみようかな。まったりタイム突入やね。うん、そうだね。あ、けどな、待ち合わせん時のハプニングはあかんかったわ。え？変な男に声かけられとったやろ、君。そういえば。あんな、絶対に許せへん。助けてくれてありがとう、大地くん。うん、俺に任しとき。ちゅうか、俺が遅れたんがあかんかったんや。堪忍。頼りにしてるよ、大地くん。送ってくれてありがとう。うん、今日はゆっくり休み。ほんなら、おやすみ。どうしたん？大丈夫、すぐ会えるやろ。大地くんに送ってもらっちゃった。まあ、そのなんか決意したっていうところを今後語られるのかな。一流れ台以外に何だろう、もうちょっとこう将来の目標的な話なのかしら。ちょっとダメだ、デートの感覚が悪すぎて今月もう一回誘ってもらいたかったのに、なんかちょっとやっぱね、課外授業のせいかな。課外授業がある週はね、誘ってこないし、そしてここがね、文化祭準備に入っちゃうからっていうのもあって、ダメだなダメだったので、ちょっと時を戻してきたから今週また誘ってくれるはずなんか最初の方すごいトントンと言ってたんだけどな。来た来た。あ、大地くんから電話だ。はい、もしもし。もしもし俺やね。うん、どうしたの？あんな、今度の日曜日の予定聞こう思って。空いとる？うん、空いてるよ。なら一緒にゲームセンター行こう。それはね、もうね、行かないんだ。ほな、カラオケにでも行こうややっぱ繁華街結構誘ってくるよね。そうやったらショッピングモール行かへん？それは行かへん。そうやったらショッピングモール行かへん？行かへんよ。そうやったらショッピングモール行かへん？行かへんなら公園通りで一緒にお買い物しよう。買い物攻めしてくるな。なら公園通りで一緒にお買い物しよう。なかなかしぶといね。ほな、臨海公園で遊覧船乗ろうや。やっと来たわ。うん、行く。やったー。そうやな、どこで待ち合わせようか。羽ばたき駅でどう？そうしよう。ほな、当日な。大地くんとデート忘れないようにしなくちゃ。はい、じゃあ、今日は臨海公園に行ってきたいと思います。遅くなっちゃった。
ちゃった。大地くんはいた。ごめんね、待たせちゃった。あ、本当にごめんね。へんよ、君がこっちに駆けてくる姿見てたらめっちゃ幸せになったし来てくれて嬉しいわ。ん？なんや？ちゃんと見てるて。めっちゃ可愛いわ。え？今日の君のことや、お人形さんみたいやんか。ええわ。大地くん、こういう服も好きみたい。よかった。ねえ、遊覧船に乗ってみない？ええー、ねえ、今日は船の上でのんびりしようか。おっきい船やな。航海に出るみたいでワクワクすんで。ん？なんや？やってないこと、なんだろう。おもろい話あるかな。そういえばこの海な、むっちゃうまいサーフィン少年がおんねんで、俺も挑戦してみようかな。少年だからこれは祈りのことだよね、きっと。じゃあちょっと手厳しいわねこれでときめき会話ですね。誰かの真似事するの？まあ確かに真似事やけど、うまくできるようになるかもしれへんやろ。君も俺に惚れ直すかもしれへんし。え？何でもあらへんよ。ほんまに聞こえへんかった？今の。惚れ直す。ああ、ええよ、言わんで。大地くん、顔が真っ赤。もう可愛いんだから。今日は付き合ってくれてほんま大きに。めっちゃ幸せな気分やね。どうしたん？ダメや、そんな。あんな、もうちょっと一緒にいたいんやけど、付き合ってくれへん？うん、大丈夫だよ。やった、行こう。どうしたん？大丈夫、起きとるよ。またこうして二人で過ごそな。ん？まあええけど。ん？緊張するわ。な、なんや？君はいたずらが好きなんやね。ま、待ち。見られてるで。ええわ、好きにして。なあ、これってイチャイチャ言うんやないの？もうちょっと一緒にいよ。まだ帰りとうない。何？やれやれ。あかん、それ好きかも。もう限界や。もっとこちょこちょしてええよ。ちょ、近すぎひん？君はええの？
いいわ。ちょ、どうしよう、ドキドキが。まったく。あかんて、俺ほんまにもう。蝶は、え、待ってや、あかんて。どうしたん、俺のことをじーっと見て。なんでもない。なんか言いたそうやったけど、ほんまになんでもないん？送ってくれてありがとう。うん、今日はゆっくり休み。ほんならおやすみ。どうしたん？って話しとうない。大地くんに送ってもらっちゃった。はい、ということで今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。